青流新岩国駅は山口県岩国市五章に所在する西木川鉄道西木川青流線の駅山陽新幹線新岩国駅と隣接する森土の上にある地上駅単式一面一線のホームを持つ森内笠上方のホームは原用部分のみ延長されている延長部はホームの厚みが半分になっており 線路側沿端部の石材形状も異なっている。無人駅であり、改札口はない。ホーム上に、コンテナ関係者の車掌室部分を改造した、待合室がある。川西駅方面から当駅へ入線する直前に、山陽新幹線の補線基地へつながる分岐線路及び、出発信号機がある。これは一見、場内信号機に見えるが、当該信号機の手前は、 森が元気多着発線となっており、その出発信号機という扱いが、分岐線の切断後も残っているからである。駅周辺国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の北隣に、山陽新幹線、新岩国駅があり、新幹線の高架沿いに連絡通路がある。新幹線駅前は区画整理が行われ、 新興住宅地が立ち並ぶが、元々の五章地区の中心部は東駅周辺であり、岩国市立五章小学校、岩国市立五章中学校、岩国市中央公民館五章文館などが、東駅周辺に立地する。バスは岩国、バス、五章バス停が近くにあるほか、新岩国駅前のバス停を利用することになる。新岩国駅前期の通り、当駅は、 山陽新幹線新岩国駅に隣接しているが、新岩国駅開業時にも当駅と新岩国駅は統合されず別の駅のままとされ、国鉄時代からダイヤの面でも乗り換えの便は基本的に考慮されていない。日本交通公社出版事業局発行の時刻表には、開業直後の1975年3月号には、当駅が乗り換え駅として記載されていたが、 その後は、大型時刻表に、乗り換え駅として記載されることはなかった。路線の運営母体が、JR 西日本から、西木川鉄道へと変わった後、JTB 時刻表及び、JR 時刻表に当駅が新岩国駅の、最寄り駅であることが記載されるようになった。国鉄から JR にかけて、在来線に新駅を設けたり、 既存在来線駅を移設したりして、新幹線駅と同一駅にしたケースは、多数あるが、近接する既存在来線駅と、新幹線駅が当初から全く別駅の、扱いとされたのは2016年3月26日に、開業した北海道新幹線をくつかる今別駅と、津軽線津軽二股駅の事例が生じるまでは、当駅のケースが唯一であった。 鉄道機構作家の宮脇俊三は著作、時刻表2万キロの中で、ひょっとすると、新幹線と正式に結びつけてしまったら岩飛線を廃線にしにくくなるからではないかという見解を述べている。なお、遅くとも、旧岩飛船が、西木川鉄道に、第三セクター化されて、以降は、岩国駅から、山陽本線のり列車で広島乗り換えとするよりも、 岩国駅から東駅経由で新岩国駅から新幹線に乗車した方が岩国駅を遅く出発することができる事例がある。ただし、新岩国駅は運賃計算上岩国駅と同一とされており岩国駅から東駅までの運賃が別途加算となるため運賃は東駅経由の方が高い。2013年3月16日 新幹線新岩国駅との接続をアピールし、観光客に分かりやすくすることを目的に、新岩国を駅名に含む現行の清流、新岩国駅に改称された、ご賞駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。